司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。成年後見人を置くことのデメリットの一つとして、成年後見人を置くと、まあ本人の財産は成年後見人が管理しますので、その例えば一定の親族に贈与、例えばそうですね、孫にお年玉をあげるとか、非課税の枠の110万の枠内で息子に贈与するとかっていうことができなくなります。結局本人の財産を減らすという行為は成年後見人が止めてしまいますので、今までできていたそういうお年玉とか、お小遣いのようなものもできなくなると思われます。詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。